グランドファンクレールロードはアメリカ合衆国のハードロックバンド。メンバーの中心はマーク・ファーナー、メルサッチャー、ドン・ブリュワーである。1960年代末から1970年代半ばにかけてアルバム、ヒットシングルを連発し人気ハードロックバンドとなった。2度の解散と再結成を経て2012年現在も活動中である。 テリーナイトザパックというバンドで活動していたドン・ブリュワー,ーとマーク・ファーナーがテリーナイトがバンドを去ったのを機にメル・サッチャーを誘い新バンドを結成。バンド名はアメリカの鉄道会社グランドトランクウエスタン・レールロードをもじって名付けられた。1968年頃より没興していたニューロックまたはヘビロックのスタイルをいち早く取り入れ、 1969年にかつての同僚であるナイトをプロデューサーに迎えたアルバムグランドファンクレールロード登場でデビューする。レッド・ツェッペリンのアメリカ公演の前座を務めた際にその歌と演奏力で聴衆を熱狂させツェッペリンを食ってしまったことによりロックファンの間で知名度が高まった。アルバムからシングルカットされたハートブレーカーはハードロックの古典となっており ザ・タイガースがコンサートのレパートリーとして取り上げた。また、後にフォークシンガーとしてデビューする井上陽水がこの曲の行動進行を模倣して傘がないを書いたように日本でも人気があった。1971年の来日公演は行楽演球場にて激しい雷雨の中で行われ、その演奏はロック伝説として今も語り草になっている。また、アニマルズの曲をカバーした 孤独の叫びもファンキーな人気曲となった。1972年の不死鳥からはナイトと決別し、クレイグフロストを迎えて音楽性をポップな方向に広げ、バンド名をグランドファンクに変更した。同アルバムからはロックンロールソウルがシングルカットされた。1973年、トットラングリにプロデュースを委ねたアルバムアメリカンバンドを発表。 同名シングル曲が全米1位を獲得する大ヒットを記録。このアルバムタイトルはそのまま彼らの代名詞となり、ボンジョビなど後に登場するアメリカのロックバンドにライブなどで何度もカバーされている。続くアルバム、輝くグランドファンクでは、1962年に全米1位を獲得したジェリー・ゴーフィンキャロル・キング作によるリトル・エヴァの大ヒット曲、ロコモーションを ハードロック風にアレンジしたカバーがシングルカットされ、こちらも全米1位を獲得、グランドファンク最大のヒットシングルとなった。また、ロコモーションの他に、シャイニーオンもシングルとして発表された。1975年には、ドリフターズの原曲をブギウギ蝶にアレンジした、オーワンダフルと、バッドタイムの2曲のヒットを放った。1976年の、 驚異の暴走列車を発表し、キャピトルとの契約は満了した。同年、MCA からフランクザッパプロデュースの熱い激突を発表するが、この1枚で解散した。解散後、ファーナーはソロでマーク・ファーナー、1977年、ノー・フリルズ、1978年の2枚のアルバムを発表した。ブルーワー、サッチャー、フロストの3人はフリントを結成し、 フリント、1977年を発表した。1980年、ファーナーとブリュワー,ーの二人によって、GFR は再結成された。グランドファイク復活と、ホワッツファンクと2枚のアルバムを発表するがヒットを出すことはなく1983年に2度目の解散をした。1997年に行われた、ボスニア救済コンサートをきっかけにオリジナルメンバーで、 再々結成。途中で、ファーナーはソロ活動のためにバンドを離れたが、2012年現在も、グランドファンクレイルロードは、ライブなどの活動を行っている。メルシャヘルジャニュアリー12、2002ブルースキューリック、ジャニュアリー12、2002メル&、ブルースジャニュアリー12、2002。ありがとうございます。